ようございます、ピエトラです。今日はですね、やっとこの秋に刺したバラの挿し木の最後の一株、ずっと根が出なかったんですけれども、やっと確認できました。ここですね。はい。今日が4月の11日なんですけれども、確認できたのが2日前なので、ちょっとねまだ根が張ってないかもしれないです。ですけども、これ以上遅くなっても良くないかなと思いますので、こちら根を確認して植え替えていきます。でも細い根、ね、出てますね。はい。では植え付けていきます。はい、植え替えが終わりました。このぐらいですね。はい、これで、ポットに挿しておいたバラは全部、成功したのは全部鉢上げが終わりました。全部で13かなになりました。はい、なんですけれども、こちら最後の一つも成功して嬉しいという反面、ですね、ちょっとご覧ください。はい、こちら第1弾で、鉢にあげた10鉢になります。はい、明らかにこう調子が悪いのが2つありますよね。こちらとこちらです。はい、これ、よいしょ、ここです。はい、枝がね黒くなっちゃってるんですよね。よいしょ。はい、これですね。はい、もう一つもですね、見せます。はい、この根元の方から黒くなっているのが分かるかと思います。はい、これ多分もう、失敗になると思います。こちら2つはね、多分植え替えの時に根傷みさせちゃったんじゃないかなと思っています。まだね、新しい芽が出てきてはいるんですけれども、結局半分しかこの茎が生きていないので、そんなにちゃんと成長しないと思うんですね。こっちはもう根元がねこんなんですんで、多分下の方は真っ黒だと思います。はい、挿し木が失敗する時の一つの状態ですよね。根っこが出た後もこういう状態になることがあるので、やっぱり気は抜けないなと思いました。はい、こちらの8つは、結構いい感じになってきております。はい、はい、先日ですね、ご質問いただいたんですけれども、挿し木の苗の方の肥料はどうしますかというお話でした。ですね、私の場合はこのまま、梅雨明けぐらいまでは肥料はあげません。愛媛愛とそれから、畜作液はそうですね、それぞれ2000倍ぐらいの薄めにしてあ、げれていこうと思っていますけれども、肥料は
そうですね、梅雨明けぐらいまではあげないでおこうと思います。やっぱりまだまだ赤ちゃんですので、肥料をあげないことで死ぬことはないですけれども、肥料をあげる時期、量、方法によっては苗は死んじゃうことがありますので、それよりはあげないで、様子を見ていって、ある程度もう大丈夫かなっていうところまでは、そのまま行った方がいいんじゃないかなって私は思っています。はい、現状の苗木の報告でした。またおいおい報告したいと思います。